紀元後400年頃のロンドンウォールに囲まれたロンディニウムロンドンウォールは紀元後2世紀頃からローマ人によりロンディニウムの周辺に作られた防御壁でありその後18世紀まで維持されたロンディニウムは現在のロンドンを流れるテムズ川沿岸にありローマ人にとって戦略的に重要な港町であった現在ではセントマーティンのルグランド通りがアルダースゲート通りに ぶつかるロタンダジャンクションとワームウッド通りの間の古い壁に沿って走っているシテオブロンドンの道路の名前となっている。中世後期まではこの壁がシテオブロンドンの境界線となっていた。タワーヒル駅近くにある紀元後3世紀に作られたローマ時代の壁の遺跡ロンドンウォールが建設された正確な理由は明らかになっていないが2世紀後半か3世紀初頭には建てられたようである。 これは、紀元後120年の都市要塞建設の80年後で、都市の新しい壁の一部とするために、北と西の壁は厚くなり高さは2倍になった。建設は少なくとも4世紀終わりまで続けられ、410年にローマ人がブリテントから撤退する前の最後の主要な建設事業となった。建設の理由は、180年代にハドリアノスの頂上を超えた。 ピクト人によるブリテン島北部への侵略と関係していたのかもしれない。当時のブリテン島の統治者、クロディウス・アルビヌスが、ローマ皇帝としての継承権を主張して、自身の権力を強化した2世紀後半に起きた戦争と関係していた可能性もある。アルビヌスは、ライバルのセプティミウス・セウェルスと戦い、197年、フランス・リオン近くのルグズノムの戦いで戦死した。 壁の建設とセウエルスが行った次のスコットランドへの新軍は景気を刺激し3世紀初頭のロンディニウムに経済的繁栄をもたらした。ロンドンウォールの関門はローマ人の道路路線のネットワークと合わせられていた。東のラドゲートから西のオールゲートまでのオリジナルの関門は時計回りにラドゲート、ニューゲート、クリップルゲート、ビショップスゲート、オールゲートである。 ニューゲートとクリップルゲートの間にあるアルダースゲートは350年に追加された。クリップルゲートとビショップスゲートの間にあるモーゲートはさらに後、中世に入って建てられた。ロンドンウォールの長さと大きさはローマ人のブリテン島における建設事業の中で最大のものの一つとなった。完成した壁は関門と塔と防御庫を備えており、ケンティッシュラグストーンで作られていた。 ラグストーンはメイドストーン近くの採石場から小舟で運ばれた。約130ヘクタールの面積を囲むのに3 2トルの長さが必要だった。幅は2 5メートルから3メートル高さは6メートルだった。外壁の前の溝は深さ2メートル幅は5メートルだった。ロンドンウォールの東側の区間には約6 4ルの間隔で少なくとも22の塔があった。 3世紀後半にロンディニウムがサクソン人海賊に何度も襲われた後280年に追加で河川側の壁の建設が始められたバービカンエステート近くにある鳥で13世紀の石造りの上部構造物を持つローマ時代の基礎の上に立っている西ローマ帝国の崩壊によりロンディニウムはブリタンニアの州都ではなくなったが セント・マーティン・ザ・フィールズ教会近辺の地域のブリタニアにおけるローマ文化は450年頃まで続いた。アングロサクソン年代期にはブリタニアのローマ人がケント州クレイ・フォードでのクレック・ガン・フォードの戦いにおいてサクソン人侵略者のリーダーヘンギストとホルサの部隊に血まみれの敗北を喫した後ロンドンに敗走したことが記されているので 壁の防衛力はその後も以前の驚異的な強さの一部を維持していたに違いないと考えられる。500年頃からランデンウィックとして知られているアングロサクソン人の支配地は同じ地域で放棄された古いローマ人の町の西側にわずかながら発展した。680年頃までにロンドンは十分に復興しサクソン人の主要な港となった。しかしながら ロンドンウォールはきちんと維持、管理されず、ロンドンは851年と886年の2回に、渡って、バイキングの被害を受けた。886年、イングランド7王国のウェセックス王、アルフレッド大王は、デエンジンバイキングの王、グスルムと、バイキングが侵略により獲得した政治的、地理的に制圧している地域に関する事項について、正式に合意した。 イングランドの東部と北部では、おおむねロンドンからチェスターまで境界線が伸びており、デン人はデ路ンローを築くこととなった。同じ年、アングロサクソン連代期によると、ロンドンはアルフレッド大王により刷新された。考古学的研究により、これはランデンウィックの放棄と古いローマ人の壁の中での生活と小取引の復活を伴うことが明らかになっている。 これはバイキングに対するウェセックス王国の徹底した防御策とマーシア王国を制圧したバイキングに対する攻撃的戦略の構築に関するアルフレッド大王の方針の一部だった。都市のアクティビティが劇的に増加した950年頃までロンドンがゆっくりと成長するのにつれてロンドンウォールは修復された。九十四年にロンドンを攻撃したバイキングの大軍隊は 敗北を喫した。1471年5月12から15日、ヨーク朝の軍勢は、ロンドンを包囲し、ランカスター朝勢を攻撃した。11世紀までにロンドンは、イングランド最大の街となった。エドワード・ザン・エオーにより、ロマネスク様式で再建されたウェストミンスター寺院は、ヨーロッパで最も壮大な教会の一つとなった。ウィンチェスターは、かつてアングロサクソン人支配における、 イングランドの首都だったが、この頃からロンドンが外国人貿易省の主要な交流場所であり、戦時における防衛拠点となった。フランクス・テントンによると、社会的資源があり、首都にふさわしい尊厳と政治的自己意識を急速に発展させていた。ロンドンの規模と重要性の拡大が都市防衛の再構築につながった。ノルマイ・コンクエストまでの中世初期の間、ロンドンウォールには、 従願や追加の関門、さらには、塔や要塞を含む重要な工事が施された。船から商品が降ろされるテムズ川には、7つの関門と4つの柵以外に、ビリングズゲート、ブリッジゲート等の13の水門がある。さらに、ロンドン島には、タワーゲート、ポスターゲート等の歩行者専用の門があった。中世の間ロンドンは、発展を続け、市街地は、 ロンドンウォールを越えて拡大した。この街の拡張は、シティ・オブ・ロンドンの領域内を、ロンドンウォールの外側と内側に分けるウィズ・アウト、ウィズ・インという設備時を生んだ。ファリンドンと以前のブリッジは、この方式により2つの区に分けられている。ブリッジ・ウィズ・アウトは、ロンドン橋の関門の外である。アルダースゲート、ビショップスゲート、クリップルゲートなど、壁の外側と内側の両方をカバーし、 別々の区になっていないところもあるが、地図、書類等では、これらの地域の壁の内側の部分は、within、外側の部分は、without と記載されている。古くから、アンフラ、エクストラという用語も使われており、またイントラム揺れる、エクストラム揺れるという用語も壁の内側か、外側かを表すために使われている。この設備時は、セントジャイルズイコール without イコールクリップルゲートや、 セントオドゥエンイコールウィズインイコールニューゲートセントボトルフイコールウィズアウトイコールビショップスゲートなどのように町の関門近くにある教会や小教区の名称に使われているピンク色の部分は1666年のロンドン大火で消失した地区中世の間シティオブロンドンの管轄領域が拡大するにつれてその境界線は旧市街の壁と一致しなくなった 管轄領域は西側に拡大し、歴史的な元々の支配地の西側の境界線、つまり、フリー,イートストリートに沿って、テンプルバーに続く、フリー,イート側に達した。市はまた、ホルボーンバー、スミスフィールドバー、ホワイトチャペルバーなどの古い壁のある地域のすぐ、外側にあった有料の門、シティーバーを利用した。これらは都市への重要な入り口で、市がこれらを統制することは、 通常の取引よりも市の特権を維持するために不可欠だった。1666年9月のロンドン大火で、ロンドンウォールの内側の中世のロンドンの街は、ほとんどが消失した。その後シティオブロンドンへの7つの関門には、数多くの修理と再建が施されたが、1760年から67年までの間にすべて取り壊された。 19世紀まで壁を壊す作業が続けられたが、壁の大きな部分は他の構造物に組み込まれた。第二次世界大戦中のロンドン大空襲で爆撃被害を受けた街に残された最も大きな建物のいくつかは、ロンドンウォールの残骸だった。残っている壁は数少ないが、そのうちいくつかは、ロンドン博物館の庭、バービカンエステート、タワーヒルの周辺、 ノーブル通りやセントアルフェジ教会で見ることができる。またロンドンウォールの一部が現代の建築物の壁の一部や基礎部分になっているものもあり、その場合はそれらの建物の内側からしか見ることはできない。最も巨大で最もアクセスが簡単な壁の断片の一つはタワーヒル駅のすぐ外側に立っており、その前にはローマ皇帝トライアノスの像が立っている。 ロンドンウォールと呼ばれる現代の道路ロンドン博物館のある北部の壁沿いの道路の一部は現在では緩やかに沿っているだけだがロンドンウォールと名付けられて壁を記念している。現代の道路は西側はアルダースゲートのロタンダジャンクションからモーゲートを越えて東に走りそこから壁の線と平行になってビショップスゲートに到達する前にワームウッド通りになる。 これは1957年から76年の間に道路が再建された結果である。それ以前はこの道路は狭く、ワームウッド通りからウッド通りまで壁沿いを走っていた。壁の西の区画は現在、セントアルフェジ教会になっている。壁の堀は、ハウンズディッチ通りになっている。ここにはかつて、ロンドンの中心的なゴミ処理施設があり、その悪臭で有名だった。その通りの名前は、 16世紀の歴史家、ジョンストーによると、シテオブロンドンから運ばれたお物、特に大量の信頼のに関係している。16世紀の終わりまでには、堀は全部塞がれ埋められて、前述の通り道路になった。壁と鳥で、ありがとうございます。